そら豆たちもバッチリ生えましたね。綺麗。はい、だんだんどうもカビです。11月の22日、家庭菜園実践編です。で、今日はですね、まあ最初ちょっとお見せしましたけど、そら豆とね、エンドウキムサヤがですね、かなり発芽して伸びてきてます。で、こっち側もね、販売にもしたやつも後でしますけど、いい感じで伸びてますね。ちょっと映るかな、この辺で。今日何するかっていうと、ちょっとね、エンドウが伸び始めちゃいました。もう20センチ、一番長いところで30センチぐらいになっちゃってて、これはね、ちょっと伸びすぎかなっていうぐらいですね。なので、10月の21日に種まいてるんで、1ヶ月か。1ヶ月経って、これぐらい、ちょっと育ちすぎなぐらいです。だからやっぱね、10月の末か、11月の頭ぐらいに植えた方がいいと思いますし、今年はね、やっぱね、暖かいですね。今日だってこれ、なんなら半袖で全然いけるぐらいですもん。11月中下旬じゃないですね。で、ちょっとあったかいと伸びすぎちゃって、で、今年冬寒いらしいんでね。で、この後気温がガッと下がると不安なので、で、その対策として、霜よけ、風よけにそっち側にライ麦を植えてはあるんですけれど、それに加えて、これ今ちょっとね、こっち側に、支柱のこっち側に流れ始めちゃったんで、それを抑えるための補助の支柱を立てていて、あとこれ去年から立てっぱなしなんで、その辺もちょっと補強をしていこうと思います。ということで、今日は、遠藤絹さやの補助支柱の、制作です。と、あと、こっち側がちょっともったいないので、この辺に、種まいておこうと思います。ルッコラとか、冬、まだいけるかなって感じなんですよ。この暖冬じゃない、まだ秋があったかいのを利用して、なんとかいけないかなと思って、この辺にちょっと草取って、まあ、余ってるね、油中をまいこうかなと思います。小松菜がね、美味しかったんですよ。ちょっと増やしたい。はい。なんで、ちょっとここに、ね、余ってる種をまいていきます。作業の前の様子を映しておくと、こんな感じですね。これ上に枯れ草とか置いといて、それどかして、で、また生えてきてるんですけど、そう。これはね、これカラスのエンドウですね。毎年生えてくる。他にもね、まあ、そろそろ箱辺なんかが生えてくるかなって感じですし、これはシソ科の方の仏の座ですね。春の長さじゃない。で、これはね、多分マクワリかなんかが生えてきてる。こっちの方がいろいろ生えてますね。可愛いけどね。アメリカ風炉、仏の座、カラスのエンドウ、幕張り。で、これ、ナズナかな？うん。冬に入るようなやつはですね。で、これ、人参、これは違うの、ディルかなんかかな？人参じゃないな、この感じは。ディルですね、多分。で、こっちの隣側は、これはね、巻いておいたライ麦がね、いい感じに生えてきてくれますね。まあ、同じ時期に巻いたら、大体同じぐらいのね、背丈になるんですよ、この辺。なので、両脇に巻いたときはね、それで、風よけ、霜よけと、あと、こっちに流れるのね、やっぱ予防してくれます。こっち側に生やしとくったらね、こう、ライ麦に伝わっていくんで、それでもいいんですけど、あんま両サイド囲うとね、ちょっと、日当たりが悪くなりすぎる可能性があるので、どうしようかなって悩んでやらなかったです。巻いといてもよかったね、これは。うん、今日やる補助支柱とか立てるのがめんどくさかったら、巻いといてもいいと思います。で、春先になったら、どうせ上を切っちゃえばいいんでね、こっちのライ麦の方もね。同じように、そら豆も両サイドにね、ライ麦巻いてあげてもいいわけですよ。そしたらね、風から守ってくれるからね。この、そら豆ね、反対に植えちゃったやつですね。おはぐろを下にしたんだけど、そのおはぐろの向き、へこんでる方を上に向けて植える方が正しいんだけど、これ全部下に向けて植えちゃったやつね。でもちゃんと生えてます。まあ、心配したね、種が浮いてしまうこともなく大丈夫ですね。はい。ということで、とりあえずおはぐろさえ下、土の方に向かってれば、どういう植え方でもちゃんと生えてくれるということですね。あんまりこだわらなくていいということだね。二粒植えて全部生えてるもんね、二粒ずつ。発芽率すげえいい。で、こっちが9月8日に巻いたパープルフリル、これ混ざってね、これ高菜ですね。パープルフリル、これ復活してきたやつね。ちょっと厳しい。最初の大根ハムシにやられたダメージが引きずってます。で、これなぜか自然映えして、これディルですね。この美味しいハーブね。で、人参ちょっと間引こうかな。これもうね、間引き人参で食べれるぐらいです。やっぱこう、日当たりが悪いやつの方が育ちが悪いね。この真ん中になっちゃって。で、こっちがパースニー。パースニーもよく生えてます。で、これやっぱこっち側がちょっと育ちが悪くなっちゃうね。ほんで、その方から話聞いたんですけど、これ三つ葉みたいな味がして、葉っぱも食べれるそうなんで、ちょっと食べてみるか、今。パースニープ。あ、ほんとだ。うん。三つ葉ほど爽やかに食べれるもんじゃないけど、確かに三つ葉の香りする。あと、人参のような匂いするし。それと、やっぱね、根っこがね、非常に甘いみたいですね。まだ私これ食べてないんですけど、この方ちょっと食べてみたら、砂糖人参と呼ばれるぐらいですね、非常に甘い白人参ですね。パースニップ、面白いね、うん。大きくするには春に巻いた方がいいんだけど、夏のね、高温期でね、根っこ不全虫に非常にやられやすいんで、その辺が悩みどころです。日本の気候にはやっぱ合ってないのかもしれん。
こっちの方もちょっと弱いんで補強しておきます。これ今サンシの方がね、くってね、ブラブラしちゃってるんで、これを今、こいつ突き刺して補強してます。これも刺しとこうかな。まあ、朝暇がね、1年経ったらもう朽ちちゃうんで、まあ、ほどいて結び直してもいいし、まあ、その上からさらにね、結んでもいいわけですね。まずこれ補強します。で、結び方一応後で取っときましょうか。はい、じゃあここを結んでいきます。まあ、前支柱でやったのと一緒ですけど、こう、こうやってくぐして、で、なんかたすき掛けするみたいな感じかな。で、ここで一回クリッと、結んで、で、これでもう閉じちゃってもいいんですけど、強く締めるには、こっち側に回すんですよ。で、まま、結んで、で、一回ここも結束してしまって、で、こう、ここ。ここを絞ると強くなるんで、ここをくくって結んじゃう。なんか、ここを結べばね、その、紐のたるみが取れるっていうのかな。締まるんで、抜けにくくなるんですよね。はい、こんな感じでクロスしてるところをね、結束していきます。ここの補強はやったんで、で、これ、あの、縦に刺しただけだとこの横の揺れに弱いんですよ。なのでそれを補強するためにこっち側にこう斜めに入ってるわけですね。できれば両方やった方がいいよ。で、あの、無駄がないのはいつもやったら櫓型なんだけど、両方やるとこっち側がね、狭くなっちゃうんでね、ちょっとこの半アーチ型でやってます。で、割った間だけとか妄想地区のやつだね。これをこの辺、この辺に突き刺して、傷つけて打ってもいいんだけど、バインバインしたら刺さないから、とりあえず力で刺しました。で、これを、グイッと負けて、長えな、後で切ろう。こんな長いと邪魔になっちゃうから。んで、こいつを、まあ、この竹が手に入んなければ、よくあるイボ竹を、こう、逆三角に組むね、あの、矢倉型支柱みたいな感じで組んでやるといいです。緑色のあの支柱、打てる支柱ね。あれやるんだったら、まあ、同じような形で、縦にこう刺して格子を組んで、で、斜めに刺して支えを作ってもいいし、まあ、櫓みたいにね、あの、私がいつもやってや、あの、ちょっと背が高いやつを育てるときに使う櫓型支柱みたいな感じで、逆 V 字、逆 V 字に組んで上げてもいいと思います。まあ、でもね、これ伝わるところが必要だからね。市販の資材でやるんだったら、いわゆるあの、絹さや用とか、遠藤のネット、を使ってやるといいです。だからそういうネットを使うときは、まあ、なんか言っちゃうけど、この、縦に打って、横に格子状をこういうのを組んで、そこにぶら下げる。といいです。はい。まあ、何せ風とか重さで倒れないような工夫が必要なんでね。それには、この縦に刺すだけじゃなくて、斜めっていうかな、横方向の力にも耐えれるように、斜めとかね、両側から支柱を打ってあげる必要があります。はい、とりあえず結んで固定されれば OK です。細かいことはあんまり考えない。はい、これでこっち側に強くなりましたね。で、こっち側にこういう力かかっちゃうとね、抜けるんだけど、なのでこっち側にもあった方がいいんだけどね。とりあえず今日はこれでいきます。で、長いところは後で切っておきます。はい。で、今作ったのが、その、なんていうかな、メインになる支柱ですね。で、これだけだと、その、ツルが巻きつく分が少ないんで、その、ツルを巻きつけるものとして、一般的な資材だと、あの、ネットを使うといいんですけど、あの、ネットね、まあ、ゴミが出るじゃないですか。で、安いから費用対効果非常にいいんだけど、あのね、まあ、あの、植物王が絡みつくと結構な量になって、それ燃えるゴミ出さなきゃいけなくなるし、あの、通って再利用するのも結構大変なんで、なので私はこれを使ってます。はい。竹の葉っぱ。竹の葉っぱってか枝ですね。これメインの竹がこう真ん中にこうズボーンって生えてたその葉っぱです。で、竹の葉っぱってまあ周囲にもよるんだけど、こうやって V 字になってるんで、で、これをね、上からカーンってこう、竹の上こっちから、なんか鉄パイプとかでパーンってやるとこれパカッと取れるんですよ。で、これをこのまま刺すと刺しにくいので、こいつをまあ割って、で、で、分けたやつをこの枝切りバサミで、この太いやつ切るやつね。こいつで、斜めにカットする。そうすると、ちょっととんがるんで、これで、地面に刺していきます。はい。これいっぱい作って、で、葉、枝の向きがあるんで、こう、上に向かってこう、ちょっと反ってるんだよね。なので、生えた時こういう向きです。で、これをくるっと返して、こいつに当てがってあげるでしょ。はい。この辺に、ちょっと、エンドウの苗をちょっと避けてあげて、エンドウの生え際から、そうだな、5センチぐらい離したところに、プスッと刺してあげる。よいしょ。あ。で、こうすると、この枝が押さえてくれるわけですよ。ここ映ってねえかな。はい、こんな感じで、この細い枝が押さえてくれるわけです。で、これに巻きつきます。
で、これ一本一本は細いんだけどね、この巻きつく程度だったら大丈夫です。で、こう巻きついてたら今度こっちのメインの支柱にもまた絡めんでいけるんで、こんな感じ。で、この上の方でこいつを結んであげる。そうしたら、こっち側に倒れなくなるんでね。で、ちょっと弱いなと思うんですけど、これを何本か、刺します。そうすればね、なんだろう、数で強くなるんでね。なんでちょっと追加で刺していきますよ。これがあればこっちに逃げない。で、これがないとこっち側に逃げて、こうずるずると地を張っちゃうんですよね。で、地面張ってきちゃうともう直すのが大変なんで、もう20センチから30センチぐらいまでの時にこれを刺しておいてあげる。なので、この支柱はね、もう、20センチぐらいになる前にしっかり作ってあげた方がいいです。はい。はい、できましたね。こんな感じ。いいね、こっち側に流れたのがね、ちゃんと上に行きました。結構向きがあるんですよ。風がどっちから吹くかっていうのがでね、影響きやすいんでね。で、生え際は、ここです。ここね。で、生え際からだいたい5センチぐらいかな。で、こっち側には一応、まあ、格子がね、あるんだけど、あとライ麦もあるんだけど、まあ、あっち側に逃げたら今度ライ麦に当たって上に抜いてくれますからね。うん。まあ、心配だったら、反対側にも同じようにやってあげれば、バッチリ上に伸びます。で、このライ麦を、生やしてない場合だったら、ここに、冬場は、そうだな、3、40センチぐらいの高さまで、藁を立ててあげる。そうするとまあ、光を遮っちゃうんで、あんまりやりすぎ良くないんだけど、低い部分を藁で覆ってあげて、霜よけをしてあげるといいと思います。まあ、そうやってるところ多いからね。はい、こんな感じです。じゃあ、あとはね、ここをね、ちょっと整備して、種まいておこうと思いますね。よし。じゃあ、この辺はね、この家庭菜園実践編は一応ハンドツールをメインでやるっていうことなのでね、クワではなくてこいつを使います。ねじり釜、これ便利だよ。まあ、似たようなやつで小釜をね今ちょっと注文中なんでね、はい、来ないかな、楽しみです。でこの辺に巻いていくのは、まだ丸葉小松菜が残っていたんで小松菜と、あとタアサイ、これねちょっと種が古いんでね発芽するかわからんけど、この辺とあとルッコラなんかも巻いておきます。でまず整備だね。こいつで表面の草をほじほじと掻いて、でこれぐらいの量だったらまああんまり細かいこと気にせずにもうそのまま撒いちゃいますね。あんまりこの枯れ草が多いようだったらどかしてうねまに落としとくんだけど、まあ、多少混じる程度だったら別にいいですよ。はい、そんなに気にしない。でもう生えてる近くはあんまりやると根っこを傷めるんで、あんまり深くガリガリやらず表面の土だけ削って元に戻してあげる。そうするとねちょっと根っこにねより酸素が当たりやすくなるんでね。あとはいえね、後期やってれば根穴構造ができてくるんで、あんまりこういう中高作業もそんなしなくていいんですけど、草をね、取る除草の意味でね、やりましょう。はい。あと、慣らしてあげて。で、コーンフォークみたいなやつ、熊手みたいなやつがあったら、便利なんですけど、まあ、今ちょっと取りに行くのはめんどくさいんで、手でやります。手をこういう形にして、ワシャワシャやる。で、こう、ワシャワシャやると、こうやって、結構草だけ取れるんですよ。こんな感じで、やります。なので、ぐんと厚めにしといた方がいいよと。やっぱね、こう、ワシャワシャやって取れるぐらい、この草が残ってると、やっぱね、種まきがね、しにくくなるんでね。そういうのを取って、均一化させるために、まあ、あれば、コーンフォークとか熊手みたいなものを使ってもいいし、なければ、こうやって、手でやる。で、これは普段、草削りとか三角穂、あるいは平具と、六つ子でやってる作業です。これね、今、ねじり側でこう、表面引っかいただけで出てきたのは、この、すぐ下にいっぱい穴が開いてるでしょ。このね、ミミズの穴だとかね、虫が通った穴とか、あと目に見えないようなのは、植物の根っこがね、開けたような穴、亀裂がいっぱい入ってるわけですよ。で、こういうものがあるので、耕しなくても、この上に種をこう、こうやってね、ちょっとほぐしたところに種をまくわけですね。で、この周りはね、より柔らかくて根が伸びやすいです。で、その直根下に伸びていく根っこがいろいろ探していたときに、さっきみたいな、ちょうどこういう穴だ、こういうわかりやすい穴以外にも、こういうちっちゃい穴、もっともっとちっちゃい穴とかを見つけて、そこに、こう根を伸ばしていくわけですよ。で、そういうことができるので、耕してない土でも、根をね、伸ばしていける。そして、乾きにくいです、やっぱこっちの方が。うん。だし、この上を、例えば人間がこうグッと力かけてもこれ潰れないんですよね、これ。全然沈まないでしょ、こんだけ穴がいっぱい開いてるのに。これが、飛行機のね、いいところですね。はい。ということで、これで手をね、こうガーってやって、上を、まあ、こう崩したね、つぶつぶのちっちゃい柔らかい土にして、そこに種をまいていきます。よし、それじゃあ種をまきます。下準備が整いましたね。こういい感じになってるよ、これ。まあ、多少、ね、雑草とかも残ってるけどね。刈り取った草が残ってますからね。
で、まあ、ざっくりやるのはこの上巻いて踏みつけるんだけど、丁寧にやります。これぐらいの面積だとね。で、巻くところを、まあ、今日ちょっと長い棒を使わないんで、この、さっき使ったこのねじり釜で引っかいて、そうだな、まあ、1センチ、5ミリから1センチぐらいの巻き筋、種巻き用の筋を巻きます。で、ここ全部筋巻きでいこうかなと思いますね。で、まず真ん中にちょっと入るかどうかわからんタアサイをここに巻いておきます。手が届かないからね。で、これタアサイはね、横に広がるからね。その野菜がどういう育ち方をするかもね、考えて種を巻いておく、種を巻く場所を考えるといいと思います。結構あるな。いっぱい巻いちゃおう。もう発芽率は多分悪くなってるから。で、本当は、タアサイなんかがでかくなるんで、一箇所に、4粒5粒ぐらい巻いて、20センチ、30センチ開けてっていう方がいいですけど、とりあえず発芽率も怪しいやつはもう巻いてますよ、前に。で、巻いたら、本当は手袋した方がいいんですけど、こう、手でこう土をかけてあげて、でトン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 と。こうやって鎮圧してあげる。鎮圧しないとね、ちょっと土がふわふわしすぎて乾きやすくなるんで、まあ、なんなら踏んであげてもいいんですけどね、これ。ピッピッピッって。下飛行機だからね。はい。これでしっかりと踏んであげれば、種と土が密着して発芽がしやすくなると。で、これやるときは土の水分に注意ですね。今日ぐらいだったら全然踏んでも大丈夫です。じゃあ同様にして今度、今度1個手前にルッコラ巻いて、その1個手前にある高菜を巻いて、一番手前には小松菜を巻こうかな。だから一応4列という感じでいきます。あとわさび菜なんかもあるから途中からわさび菜巻こうかな。よし。やり方一緒。巻き切りたいようだったんで、結局小松菜にしま、タアサイ、ルッコラ、小松菜にしました。で、腹道と鎮圧も、やっぱこれが楽です。足でひょいってやって、で、踏む。こっちが楽なんで今これでやってます。でもう一回踏んどく。これはね、その不耕起じゃないとなかなかやりにくいと思いますね。耕者だとね、この踏んでその部分だけが固まりすぎちゃうんで、この踏みつけの時の圧力を調整したいんだったらば、この種まいたところはつま先で踏む。かかとはね、ちょっと力かかりすぎちゃうんでね、そういう感じでこう横で踏むやり方もあります。まあ、あんま細かいこと気にしないですけどね。自分が乗って、沈みすぎなければもういいかなと思ってやってます。はい、じゃあこんな感じでやって、ちゃんと生えて育つかどうかということですね。まあちょっと種まきの時期もあるからね。よし、とりあえずこれで OK。あとは経過を見ていきましょう。これは生えてるニラがね、種できてますね。こっちはもう先に取った。で、種できたらやっぱ枯れるね。ちょっとこれも植え替えないかんね。よし、今日の作業終わり。帰ろう。